昭和62年6月10日、インターナショナル空手古武道連盟実践空手揚州会と主席会長山本勝雄は、ハワイ州議会上院議員ジェイ・黒田氏を晴れがましく出迎えた。それは去る3月29日、ハワイ州ホノルル市において87年日米揚州会ハワイ特別演舞大会を行ったことに関しての感謝状の贈呈であって、ジェイ・黒田議員はその賞状を手渡すために遠くハワイからやってきたのだった。本日の贈呈式のため、アメリカ合衆国ハワイ州より、来日されましたお客様をご紹介いたします。ハワイ州上院議員ジョー・黒田先生です。同じくハワイ州上院議員ジェームス・アキ先生です。先生、カツオ・ヤマモト・グランド・マスター・ヨシュカイ・カラテマーシャル・アーツ・オーガナイゼーション。ジェイ・黒田議員が読み上げる感謝状には、ハワイ州議会議員が山本勝雄と日米両国の揚州会が行った故エリソン鬼塚宇宙飛行士の追悼大会の実行に対する賞賛と感謝であった。 Keeping positive attitude, keeping yourself clean. We Hawaii are very happy that he came to demonstrate and also during the demonstration he also memorialized ourHawaii-born hero, American astronaut Colonel Onizuka, and we were very proud that he brought his Yoshikai people to honor Colonel Onizuka. And so all 25 members of the Hawaii State Senate signed this, including Senator Aki and myself. Senator Cobb and Senator Ikeda were supposed to come here tonight, butスケジュールが変わりましたから、they could not come. So, 山本先生、I'm very proud in behalf of the Hawaii State Senate to present this to you. 山本勝雄にとって、この感謝状を手にしたとき、37年間空手一筋に歩んできた苦労が報われた思いであった。揚州会主席会長山本勝雄は昭和13年7月10日、日本神話の国宮崎県都の城市庄内町で山本末八と末裔の9番目の子として生まれた。勝雄は幼い頃から人一倍頑強な体を持っていた。しかも闘争心旺盛なわんぱくだったから、中学生になると柔道を志した。しかし柔道では勝雄の心を満たす武道ではないことを感じていた。そんなもどかしさを赤脳の滝に向かって勝雄は吠えた。この恋のようにたくましく強くなりたいと、まるで宮本武蔵のような武々しさだった。昭和28年4月、勝雄は都城の陸上自衛隊に入隊。その後熊本駐屯地に転任していき、そこで勝雄生涯の道を見つけ出したのである。沖縄首里手新垣門千刀流宗師千歳豪直との出会いがそれであった。身に武器を持たず、体そのものを武器となす空手である。この千歳豪直の空手に勝雄は心酔したのだ。
我が生涯はこの道を極めることにありと、それからおよそ37年、日本はもとより世界中を修行した。そして今空手界の頂点に立った。ちょうどあの高千穂の峰のように。揚州会のシンボルマーク八形の鏡は、日本武士道の真善美を表し、この精神を推し広めていく人々の輪の広がりを表している。空手道を極めるための根本の技に三千の型がある。これこそ山本勝王の空手剛柔流の剛の型で、道義礼仁の心得なくして得得できない奥義である。すなわち空手を通して心身の鍛錬をなし、道義礼仁を悟り得る者が授かる最上の技で、この技を淘汰して力必達の三文字を人生の目標とすることが、山本勝王と揚州会の理念なのである。昭和62年1月11日、揚州会総本部の前に父兄の人垣ができた。この日は恒例の新年初稽古が行われ、北九州近郊の会員およそ800人が参加した。この年は山本勝王と揚州会の大事業を成功させなければならない大事な年である。本部道場に集まった子どもたち800人の一人一人の顔に、その大事業にかける揚州会員としての誇りが満面に満ち溢れていた。先生からお話がございましたので、ちょっと私の方からご紹介をさせていただきます。末吉光一先生という方が谷先生の後をバトンをもらって、皆さんの住むこの北九州市をまたより良い町にしないといけないということで、奥様がお見えいただいて、皆さんの元気な顔を見て一つご挨拶をしたいと、こういうことで会長先生とともどもですね、前に来ていただいたわけでございます。来賓挨拶の後、山本勝王はハワイ特別大会にかける意義を子どもたちに優しく説明した。今年はとてつもない大きな行事を私控えております。87宇宙飛行士を忍ぶということを書いてあります。この宇宙飛行士の鬼塚さんという方はとても青少年に人気のある人でした。なぜ私が
こんな大きな企画を立てたかといいますと、子供に夢を与えられないような指揮者はダメなんです。この鬼塚さんを偲ぶこれも学校に行っては宇宙のこういうふうになっとる、惑星はこうだと言って子供さんたちにものすごく夢を与えてきた方なんです。鬼塚さんが亡くなりまして、1月の28日に約スペースシャトルが発射しまして40秒後に亡くなっておられます。その40秒間の間にものすごいロマンがあったと思うんですね。皆さんもテレビ見られたと思うんだけど、私も自分のことをしてもらったような気がしましてね、夢と感動とロマンを私も求めて回ります。皆さんも夢もある、喜びもある、悲しみもあると思います。今年はね、何か一つ目標を持って、よし、これはこれをやりたい、私はこれをやりたいと一つのことをね、それをやり遂げていただきたいと思います。北九州市八幡西区黒崎の岡田神社に揚州会幹部は新年の初詣をした。古来一年の計は元旦にありと言われるように、山本勝雄と揚州会幹部は神前にぬかずき、この年が日本空手界始まって以来の大事業にかける決意と成功を誓い祈願した。揚州会総本部の初稽古は本部道場からおよそ3キロ離れた八幡西区の黒崎安川グランドまでの駆け足行進から始まる。800人の会員がグランドいっぱいに広がった光景はまさに壮観そのものといえる。今日は皆さんの勇ましい勇姿を見せていただきますので、元気いっぱい力いっぱい演技をしていただきたいと思います。その場中段抜き気合入れて、はい、気合がない。佐向大和福岡県議会副議長の挨拶の後、山本勝雄自らの掛け声で初稽古が始まった。スタンドで観戦するおよそ300人の父兄たちはたくましく育ってきた我が子の姿をまぶしそうに見ていた。
日本の23倍の広さを誇るアメリカで、山本勝雄と揚州会空手道が急速に広がっている。南部アラバマ州を拠点にして揚州会支部30、揚州会名義使用認定支部1020カ所、会員2万人の大勢力に膨れ上がっている。スポーツ天国アメリカは、世界の武術が入り乱れて凄まじい勢力争いの場でもある。そのアメリカで山本勝雄の揚州会が他を抜きんでて大勢力になったのは、今から20年前の昭和42年1967年カナダ・モントリオールの万国博覧会に始まる。その当時、日本空手界において日本一の座にあった山本勝雄は、恩師千歳豪直と共にその万国博覧会に招待され、空手の神髄を披露、その名を世界に示した。以来20年アメリカ全土を駆け巡った。それはこの若き王者にとって、日本はあまりにも狭すぎる土俵であったから、世界の強者と競い合い日本古武道を広めていくことであった。だからその勇猛果敢な人間として虎と戦いを交えたこともあった。まさに死を覚悟の剃髪で逆さ吊りのトレーニングで鍛錬し、死闘6時間の果てにこれを仕留めて、その豪胆さを世間に示したのであった。またある時は厚さ60センチの氷を額で割ったりもして、空手古武道の強靭な精神と鍛錬を披露していったのである。カナダのモントリオールに行きましたときに、私も日本代表で愛知ギームさんと一緒に大臣と行きまして、アメリカに初めて渡ったんですが、そのアメリカの広さに私もびっくりしましてね、これならアメリカでやってもいいだろうと、空手一つやってみるじゃないかということで、自分自体が大げさに言いまして、位牌を持って各流派を試合して回ったわけですが、一日一つのハンバーグも買えない時期を迎えます。そういう苦しいことをですね、乗り越えてこそ本当の武道家になるんじゃないかと思ってますね。それでなお今の揚州会をアメリカに広めたいという気持ちが生き生きと燃えてますね。一番ステージになったのはやっぱし、なんといってもやっぱり今の米国本部長の講談だろうと思うんですね。私と同様、講談も英語も全然無でございますから、今は私の通訳をしてくれますけど、毎日毎日布団をかぶって泣いたんじゃないかと思ってますね。コーダが教えてる、おうちのコーダシャンが教えてるですね、空手を、日本の空手家はどなたさんもやっぱり見るべきじゃないかと思う。なぜ、空手っていうものは貧足じゃなくてならない。ただ強いだけが空手じゃないと思うんですね。まず礼儀作法があるし、また思いやりがあるし、とても今のコーダを見て大きくなったなという自分の気持ちですね。山本勝雄にとって、これまでのアメリカ開拓の過程は茨の道であった。その茨の道を陰になり日向になり支えてきたのが甲田龍拳だった。甲田龍拳は昭和44年1969年山本勝雄が第二次アメリカ遠征の時、それに随行して渡米した。そして恩師山本勝雄が空手普及のために、日本がもとより世界各地を飛び回ってアメリカを留守にしている間、東奔西走、寝る間も厭わず全米各地を駆け巡りながら指導し普及していったのである。そうした献身的支えが今日の山本勝雄のアメリカ揚州会の隆盛になった。アラババ州モンゴメリー市フォークナー大学の体育館。この会場ではアメリカ揚州会の創始者山本勝雄が恒例の USA 空手オープントーナメント大会に出席する歓迎の準備が始まっている。この青い目の空手愛好家たちにとって、
山本勝雄は空手の偉大なる開拓者であり英雄なのだ。会場に詰めかけた観衆およそ2000人は日本古武道の厳粛な儀式を目の当たりにして、これが山本勝雄のアメリカ揚州会の古武道精神の美であるのかと陶酔し、万雷の拍手を送ったのである。アメリカ揚州会が主催する USA 空手オープントーナメント大会は、アメリカ全土から体幹道、合気道、柔術、カンフーなどの他流派の20団体200人が南部アラバマを中心としたアメリカ揚州会の会員300人に一泡吹かせようと目の色を変えて挑戦してくる大会なのである。大会は午前9時から始まっておよそ8時間にわたる熱戦を繰り広げた。スタンドでその熱戦を固唾を飲んで観戦した観衆は、アメリカ揚州会の力と技に圧倒されたのである。USA 空手オープントーナメント大会はアメリカ揚州会の圧倒的勝利に終わった。大会終了の後、年に一度の黒帯昇段者認定式が行われた。この日のアメリカ揚州会昇段者は21名である。この式は山本勝雄がアメリカで直々に手渡し、これまでの努力を称えて祝福するのがしきたりとなっている。
like rabbit. Good, huh? Yes. Yes. Yes.次々にブラウンベルトをブラックベルトに付け替えていく彼らの表情には、これで黒のブレザースーツを着て山本勝夫とアメリカ洋州会が開くさまざまな行事に同席できると黒帯有段者になった喜びと誇りが満ち溢れていた。アメリカ洋州会がこれほどまでに勢力を拡大してきた背景には、山本勝夫の諭す空手精神に負うところがある。それは人間闘争と礼節を培う努力がなくては人生の道は開かれないとする精神理論がアメリカの人々に深い感銘を与えたからなのだ。強さと優しさ、そうして思いやり、これこそが科学文明が進む現代にあって、人の心が砂漠化していく社会の歪みに打ち勝つには、自分自身が人生を切り開く闘争心と人を敬う精神が必要だからである。空手を学ぶアメリカ人にとって、単身アメリカに渡って空手を起こした山本勝夫は偉大なる開拓者であり大いなる武道家なのだ。だから練習の始まりにも終わりにも日本式の礼儀で山本先生に対して礼を尽くすのである。ここに山本勝夫の真髄を伺い知ることができる。
Master Yamamoto Sensei, thank you for coming to Doton for today's clinic. Ready! Loose! Yamamoto Katsuo のアメリカ養習会は昭和61年10月、1986年、これまでテキサス州ダラスに置いていたアメリカ本部をアラバマ州モンゴメリー市に移転開設した。Grayson Master Yamamoto is here tonight is to dedicate the opening of the brand new karate school in the headquarters of the United States. And at this time he's going to present the plaque which will go inside the dojo. Wish him good luck and make your shikai grow in the United States.先生、ここで Mr. Me Happy マンガムリー本部道場 Tonight start Big happy You make people happy, no? Yes! Okay, thank you very much All black belts I very appreciate you coming down the long way and tonight to my openings and headquarters of Yoshikai and I need help in the futuresAnd you need to help me anytime I'm here. And I very much, you know, you guys, you know, I need help. You just call me. I'm here. So I need to help you guys. Probably, you know, futures. So I give you calls. And anyway, I'm here. So we have any training place in headquarters. So and anytime, and coming down here.山本克夫は高田龍拳がその拠点を南部アラバマに移したことでより一層の飛躍を誓う姿にこれまで以上の満足感を感じるのだった。昭和62年2月、九州の福岡県築城郡椎田町の綱敷天満宮では公共地区本部恒例のチャリティー餅つき大会が山本克夫を迎えて盛大に開かれた。およそ200人の会員が参道に整列して1年間の無事息災を祈願した。では雪が降るんじゃないかなっていう予報があったそうなんですが、そしたら今日来ましたら少し肌寒いんですが、とても練習日にはいいんじゃないかと思います。それで最後までいい演舞、いい餅つき、いいチャリティーの皆さんの練習ができるようにですね、有段者また先生たちは特に気をつけていただきたいと思います。中高という言葉があります。中は真ん中の下に心と振ります。これがいわゆる愛国心で、国のために役に立つ人間になるということ、それから公は考える、公孝行を尽くすということで、まず両親に親孝行をし、そして一家家庭が兄弟もみんな仲良くすると、そして今世界共通の仲良くするということで、この空手をやっておられます皆さんは心身ともにそうした稽古を積まれておるわけでありますから、そのご発展をいたしますように記念をいたしまして、ご挨拶に返させていただきたいと思います。我々の同志である徳本力君、今病院に入院しとるんですけど、かなりの山本克夫と来賓挨拶の後、法教地区本部の毛利貞夫が難病と戦う時元力の空手魂を称え、花束を贈り激励した。これからあくまでも空手の精神でね、大きなそういう病気を乗り切ってもらうように今日は私から花束をあげたいと思います。お時元君どこ、
ありがとうございます。武芸の人ってありますこの空手。山本会長を中心に幼衆会の皆さん方が本当に力いっぱいの毎日の鍛錬に耐えておられますことに心から敬意を表するものであります。特に小さな青年たちがこれから先の日本を背負っていく青年の精神の鍛錬の場としてこれから先も道場の中で力いっぱいの努力をされることを心よりお祈りを申し上げまして簡単でございますがご挨拶に返させていただきます。頑張ってください。数えて12回目のこのチャリティー餅つき大会は子どもから大人に至るまでの200名が気温マイナス2度水温3度の冬の海に入って荒稽古を行い、さらに境内に帰って冷水をかぶりながら心身の鍛錬をするもので、見物に来た父兄は幼衆会独特の猛烈な荒稽古を目の当たりにして身震いしながら感心しきっていた。一番大事な面はですね、ハワイ出発の日が近づいた。山本勝夫は幼衆会の主だった幹部を集めてハワイで行ういろいろな儀式の最終打ち合わせを開いた。この打ち合わせの中で最も力が入ったのは何といってもアメリカ国立太平洋記念墓地で行う故エリソン鬼塚宇宙飛行士追悼の儀式だった。日本の空手界始まって以来初の大挙行に日本はもとより世界の武道家が幼衆会会員の一挙手一投足を注目しているのである。ここにも狛江花束を送ります。これはエリソン鬼塚氏の墓なんです。ここがここで花を送りたいんだけども、その時に花を持ってくるもんとかね、それもちょっと決めてもらえば、やったもんおらんと思う日本でな。だから今ここにおる人たちが力を借りんとどうにもできないんだ。もしもしこれな。そしてこれが終わったら私がずっと歩いてきたこの5列は5列ずっとして1号車2号車事務人中の骨2本をバックしてきてもいいわけですよな。ここでとにかくここを前側に終わらせてくると、ここまでも家を作らないからピシャッとしたことですな。やっぱ私たちがこれだけの組織持っとって、いろんなこともしてもらっとるんだから、それだけのことを見させなくちゃいけませんから、ここを取り除いてもらいたくないということですね。昭和62年3月8日ハワイ州議会 J 黒田上院議員から山本勝夫と日米両国の幼衆会に対してハワイ州から招聘状が届き、いよいよハワイ行きの時が来た。山本勝夫はハワイ随行の会員を招集、華々しく団結式を開き会員一致の結束を確かめたのである。会長先生に礼。おっす。17年
幼州会空手、ハワイ特別大会の決断式をただいまより行います。よし、よし、よし。今度私はここまでいろんな人の力でハワイ大会までを今日決起大会までを迎えましたので、あとは日本の団長並びに役職の者、それからアメリカの団長、アメリカの役職の者、そのアメリカと日本の特段に言いましたら、幼州会を一つにして今日本代表としてアメリカの方のハワイ州から私どもには招聘状が来ております。だからそれを団長を盛り上げて一つ悔いのない21世紀に最後のご報告と思いまして、幼州会の大きな仕事と思いまして、一つ頑張っていただきたいと思います。私が、日本側の団長としてお役目を拝命いたしました。この責務を果たすには皆様方の一糸乱れぬご協力があって初めて成功するものと思います。皆さんの絶大なるご協力とご支援をお願いして、この責務の全うのために一生懸命頑張りたいと思います。うっす、つかまえ。我々この度の大会において日本選手団として大会の趣旨を十分理解し、日本混同に恥じないように頑張ってまいります。おっす。それでは上黒田氏より招聘状が参りましたので代読させていただきます。親愛なる山本先生、私は先生と日米大院校が3月29日にホノルルにおきまして日米友好親善演舞大会を開催されることを歓迎するとともに、幼州会大院校が、ハワイに到着されることを心よりお待ちいたしております。この書類をもってあなた方を公式に招待いたします。そしてマーシャルアート新聞発行社 TY カンパニー社長大下智子氏により、開催場所の準備が着々と進行していることをご報告できることを大変嬉しく思っております。私どもは幼州会ご一行が3月27日金曜日に到着されることを予定し、その日の午後1時に、パシフィックナショナル墓地において戦没者に敬意を表すため花を献上する慰霊式を執り行います。その後ハワイ出身の宇宙飛行士の英雄コーネル・エリソン・オリンピカ氏の墓地参拝をスケジュールに組んでおります。宇宙飛行士オリンピカ氏筆頭、日米親善ハワイ特別演舞大会会長上院議員上黒田、最高顧問上院議員守山崎。アメリカ合衆国ハワイ州はサモア、タヒチ、トンガなどのポリネシア文化圏に属する常夏の島である。1959年、ハワイはアメリカの50番目の州になり、今では新婚旅行のメッカになっている。かつて明治から大正にかけてこの島に日本人が出稼ぎに渡り、島の発展に貢献した。そうして今ハワイの日系人はおよそ25万人にもなっていて、エリソン・オニズカ宇宙飛行士はこのハワイ出身である。山本克夫は念願のハワイの地に日米の愛弟子117名を引き連れてきた。スペースシャトル打ち上げ失敗で帰らぬ人となったエリソン・オニズカ宇宙飛行士を悼み、その志を称えたいと心に決めて以来1年半、その信念が実現した。山本克夫は
この日米の愛弟子より一足先にハワイに渡り、大会準備とそこで披露する演舞の練習を行ったのである。だがこの1年間の辛労と疲労が重なり足を捻挫し、その痛みが取れぬまま飛行場に出迎えたのであった。日米合わせて117名の強者たちがホノルル空港に勢ぞろいした。彼らはお互いに山本勝男の弟子であっても8000キロの海を隔てた兄弟弟子とあって一面識もないのである。その弟子同士が親しみを込め胸を張り、誇らしく声高らかに名乗り出て初対面の喜びを交わし合った。この日到着した会員の数は氷山の一角で、日米に広がる会員は500倍にもなるのである。まさに山本勝男の揚州会の空手旋風がハワイ・ホノルルに巻き起こり出したと言えるのである。先生、どうだ？お母さん。よし。よし。洋酒会スポンサー、エンド。よし。よし。よし。それで。ホノルル空港での対面式を終えた日米会員たちは、山本勝男を先頭にハワイ州議会を表敬訪問した。それはハワイ州議会のジェイ・クロダ上院議員から招聘状を受けた返礼をするためでもある。議会の傍聴席中央に座った日米両国の揚州会会員117名をジェイ・クロダ上院議員が州議会に対して紹介した。ジェイ・クロダ議員は日本とアメリカ両国の武道会で最も繁栄している山本勝男と揚州会がスペースシャトル発射事故で帰らぬ人となった故エリソン鬼塚宇宙飛行士の追悼のために国立太平洋記念墓地で追悼式を行い、さらにカハラ体育館でハワイ特別演舞大会を行うことを紹介し、日米友好親善に貢献する行為と武士道精神の心意気を称えたのである。Mr. Koda has been a prime mover
in the mainland and has brought with him the red attire people from mainland United States. Would you please stand up and be recognized? アメリカ国立太平洋記念墓地。ここはおよそ1万6千人のアメリカ将兵が眠る戦没者記念墓地である。エリソン鬼塚宇宙飛行士もこの墓地に埋葬されているのだ。アメリカ国立太平洋記念墓地のラジェス支配人は、山本勝王と日米の揚州会が鬼塚宇宙飛行士の追悼を行う行為に対してアメリカを代表して感謝の言葉を述べた。私は約1年前から今日のこの式典を心の中で一生懸命やってきました。今日ここに日本選手団75名、アメリカ45名の私の部下を目の前にして、国際墓地に日本空手団、アメリカ空手団一同として花を添えることを私は本当に嬉しく思います。私がなぜこういうところに力を入れたかと言いますと、皆さん同様、青少年の育成、そして私の尊敬する鬼塚氏の死、それを私は心にものすごく感じます。この催しをジョージ・黒田山崎守両先生のもとに今日これを運ぶことができました。そしてまたアメリカと日本の力強い私の応援があってこそ、今日ここにこの台に立つことができて本当に嬉しく思います。山本勝王と須美子夫人は高田龍拳と川北健吾が差し出す花束を記念碑に献花した。そして日米の117名の会員はアメリカ軍吹奏隊員が吹奏するトランペットの音が悲しく空に響く中、世界の宇宙科学の発展を担って散っていった英霊の心安らかにと黙祷を捧げたのである。黙祷。昨年の1月28日、アメリカ・フロリダ州ケープケネディにおいて、宇宙飛行士エリソン鬼塚氏の
塩痛み、アメリカ空手団、日本空手団一同が鬼塚氏の墓地の前において話ができることを非常に嬉しく思います。我々同集会一同も鬼塚氏に負けないように青少年のために頑張る存です。私もメッセージとします。はい、代読します。鬼塚宇宙飛行士の霊に捧ぐ神秘の世界、宇宙への限りない夢を開かんとして大宇宙に懺悔した初の日系米人鬼塚宇宙飛行士へ謹んで哀悼の意を捧げます。残された遺族のことを思うとき、日本人の一人として心から激励の言葉を送るものであります。はい、押す。はい、押す。故エリソン鬼塚宇宙飛行士の墓標は慰霊塔からおよそ150メートル離れたところに埋葬されていて、その墓標に向かって山本勝雄と洋州会会員一同は花束を捧げ深く頭を垂れたのである。開幕。えい、はい、おれ。ハワイ特別演舞大会を明日に控えて日本側会員にハプニングが起きた。金沢秀樹が結婚式を挙げたいというのである。金沢秀樹はすでに2人の成人した子供がいるというのに、今更結婚式でもあるまいと思う山本勝雄に、実は子供たちと相談してハワイに行ったら女房の道代にウェディングドレスを着させ、身内だけのささやかな結婚式を挙げようと企ててきたことを打ち明けたのである。つまりこれまで結婚式も挙げずに懸命に働いてきた妻、そうして母親であった道代さんに長年の苦労に報いようとする子供たちと金沢のささやかな情愛だったのである。その爽やかな企てを知った山本勝雄は急遽この日の予定を変更して洋州会全員で祝福しようとワイヨリ協会に駆けつけたのである。山口道夫を夫婦として結ぶ結婚の式を開きます。あなたの御前で二人の者が夫婦としての誓いを立てますが、この式を見守り祝福してください。イエス様がカナデの婚礼の式に出られ祝福してくださったように、この式の上にあなたの豊かな祝福をお願いいたします。金沢秀樹、あなたは山口道夫をあなたの妻としてめとることを心から願いますか。はい。金沢さん、あなたは健康な時も病気の時も夫としての道を尽くし、妻をいつまでも愛し助け、生きる限りミサを守ることを誓いますか。はい。山口道夫、あなたも金沢秀樹に嫁ぐことを心から願いますか。はい。健康な時も病気の時も妻としての道を尽くし、夫をいつまでも愛し仕え助け、生きる限りミサを守ることを誓いますか。はい。金沢さん、この指輪手に持ってよく見てごらんなさい。指輪ですから丸い形です。終わるところがありません。同じように二人の愛を終わりなしにしてください。これも立派な材料でできています。変なものも汚いものも全然入ってません。純粋なものです。同じように二人の愛、二人の生活を立派なものにしてください。どうぞ。
ウォーカー牧師の導きでエンゲージリングを交わす2人には人生の苦節が額のシワに刻まれている。しかし今日ばかりはそのシワが初々しい輝きに満ち溢れていた。いよいよ待ちに待ったハワイ特別演舞大会の日が来た。山本勝雄37年間の空手人生が育んだ日本アメリカの愛弟子117名が一堂に会してそれぞれの鍛錬した技と力を披露する日である。日本、アメリカ両国の国歌を放送し、故エリソン鬼塚宇宙飛行士を悼む日米両国妖秀会ハワイ特別演舞大会の幕を開けた。私は空手を始めて37年になります。何か37年目の空手界の私の一つの行事としてやろうということで決意のもとに本日大会を打つようになりました。今日は日本とアメリカとの妖秀会の合同演舞大会でございます。日頃私生きています。勤めれば体を達するということがありますね。今日は一生懸命今まで習ったこと、今まで鍛えたこと、それを皆さんに披露してください。私の生涯の一番大きな機会でございます。アメリカと日本との中間点のこのハワイに正式な妖秀会の誕生を私は夢見て皆さんに期待します。よろしくお願いします。
56番目の団員のいただいてもらいたいと思って、一つまたハワイに養殖会を設立したいと思いますので、よろしくお願いします。お世話になりました。今から見てください。私の37年間空手やりまして、57、8番目の私からの団の名誉団でございます。すいませんけど、はい、一つ今後ともよろしくお願いします。これが古武道でございますが、ちょっとこれ今日までは何もいいです。両手で、はい、はい、また麻雀取り行ってくださいね。はい、あ、お母さんありがとうね。はい、お母さんありがとう。はい、はい、ね、そういうとこお母さんありがとうございました。今から見てください。養殖会の心が出ます。はい、おっす。はい、はい、ちょっとゆっくり見てください。はい、この子でございます。はい、ね、会長ありがとうね。いいや、いいやな。はい、はい、ご苦労さん。はい、うっちゃんね、遠いとけね。はい、はい、はい、あ、いいですか。いいですよ。はい、ご苦労さんでしたね。はい、ありがとうございました。一つね、取るのに4年ぐらいかかります。魂というか見えてますね。先生がアラバマ行って、いや、それに向こう小田さんが、今から17年前に私が20年前に行きまして、それで20年前ぐらいに彼がアメリカに渡りまして、彼女と結婚しまして、そして私進駐軍に空手を教えてましたので、進駐軍からどんどん空手が広がりまして。小田さんはね、はい、アメリカに来たのは何のために来ました。私の養習会がありましたので、型を教えに行かしたんです。それから、小田さんは空手の先生するのに行きましたか。いい、違います。小田さんは空手を私の方から指導員として派遣させたんですね。型を教えに行かしたんです。先生、いい、まだ指導員先生はですね、一番前の1、2ですね、3、4、5、6人ですね、ここの中に先生、本当の先生は。あとは指導員ですね、先生がおって代行をしてくれる。川北君の息子です、この一番後ろの子供がおりますね。これが今日は顔試合、この試合をします。高田君の試合、子供と一緒にですね。よその流派全部、よその東京とか大阪とかいろんな混ぜてますので、もう大阪はいませんけど混ぜてますので、型が合うだろうかというなかなか合ってますから、まあいいんですけど、今の白い道着着てますね。今白いのあれは空手をしたくなくて、袴
守ってこなかったんです。だけどここに来ていろんな式典を見て養殖が素晴らしい、やらなくていかんということで今日道義来たんです。それでまた今からやる気になるんですよ。それが私のやっぱり一つの最高の喜びなんですね。誰やろ。あの白いのこれの子供です。一番向こうの。だから空手というものを人に教えるから自分も正さなくちゃならないということを毎日こう教育していますので、それでもう空手もしたくなかったんですね。それで話をうちにこちらに来まして、素晴らしいということを自分が悟りまして今日も同意しています。ですね、これさっきのヌンチャクの使い方と違うでしょ、うまいでしょ、うん、真ん中の子供騒いで違う。スピードがあるんですね。米国の大会で優勝します。これ怖いですよ。あの、当たった頸動脈でしょ、ポトッと倒れますから。あれに入ったら痛いですよ。上手。そうですね、今ですね、こういうものを持たせて練習するということが子どもたちに緊張感を与えるということでものすごく受けてるわけです。そうしないと緊張することを知らないんです。子どもさんが先生と話しながらラジオ聞いたり、先生と話しながら飯食ったり、もうそんなんばっかりがこう始まって、まだ緊張することがないもんですから、こういう古武道をしますと自分を集中しますので大変あの効果がいいです。8の字を書いていますね。相手の手を目を切っていくような体勢ですね。目をこうポッタッと切っていく、それで目をつぶしして打ち込むぞというような感じのもとからとやってるわけです。武器の使い方をですね、こんな風に使う。今米国でもトップクラスですね。これYeah!
もう沖縄の力の棒の基本です。沖縄はい沖縄からほとんど来てますので、まあ、こういうふうにあれ作るのこの基本を持って普通の型をどーっと絞っていくんです。
何年やっています。空ですか。空手三十年ぐらい。三ゼロ。三十年。それがお父さん、お母さん。お父さん十段。俺がお父さん。そう。これチャンピオン世界チーム。やっぱこんなハンデがありますからどうもなりませんよね。これの空手を見たらばば変わります。うちのだから判定が違うかな。もう前がね、こうね、柔らかくてパッパッパ下げていくでしょ。こんな試合じゃないですよ。教えますと外人に正座ということを教えられます。空手立ち方の空手があります。正座中のまず教え込んでいきますと、立ち方、座り方、肩の向きと右足から立てるんだ、左足から組むんだということをきれいに教えられますので、黒帯になると座り方、立ち方から勉強がありますので、座るときは右足から立てて
供の試合のが一番迫力あったみたいですね。5時間にもわたる特別演舞大会は無事終わった。大役を果たした日米の揚州会会員117名はお互いの健闘をたたえ、肩を抱き合い、またの会う日を誓い合うのだった。ハワイ特別演舞大会は大成功に終わった。しかし幸田龍拳が率いるアメリカ揚州会の力と技をハワイで見せつけられた。それは日本に追いつけ追い越せのアメリカスピリットがひたひたと迫ってきているのだ。空手武道の先達者日本とそれを学ぼうとするアメリカとの差は今はない。そうした現実に直面した宮崎地区本部はハワイから帰国すると休む暇なく、日高達也を先頭にして
再び愛交わうアメリカ揚州会を目標に鍛錬に励み出した。62年5月24日福岡県直方市で体に障害のある人たちを励ます横糸運動会が開かれた。川北健吾の筑豊地区本部はこの15年間福岡県にある福知学園や生命学園の子どもたちに空手を通して励ましてきた。そうした優しさやいたわりが日頃武骨者のように見られる空手道を広めていく上において揚州会が果たす青少年育成の大きな役割になっていると言っても過言ではない。山本勝雄は福岡県北九州市折尾郵便局の一日局長を任命された。その講演において山本勝雄は37年間に得た空手道人生観を話したのである。たくさんあります、一番最初に小学校の、6年生の時に町のチンピラから叩かれましてロープで叩かれました。その時柔道をしていましたけどとても立ち向かう度胸がありませんでした。何かいいものないだろうかということで一生懸命探したところ沖縄から疎開して来られた方が空手を知っとるということで あの方に空手になったらいいんじゃないかということで空手に興味が湧いたわけですね。その時に、沖縄の人が3人か5人の町のチンピラと喧嘩するのを見ておすごいのよしこれに決めたということから私空手に入ったんでございますが都の城の私生まれておりますので都の城の大会で優勝しまして軍で優勝しまして、県で優勝しましてよしこの次は九州一になろう目標を持ったわけでございます。そして、30年頃自衛隊に熊本自衛隊に入りまして空手をしながらどうしても日本一になりたくてたまりませんでした。私が19歳、20歳の時に全日本で優勝しまして連続4回もらいましておかげさまで強いんじゃなくて自分が負が良かったんだなと思います。その代わり人様よりも数倍の練習したわけでございます。これ力筆って読みますけどもここ取ってますね。今力のこもった心の友達を作ろうということで私やってるわけなんです。これは入りますと一つのミスも許せませんということです、外国ではどうしてなぜということを聞きます。日本の方は聞かれません。どうしてなぜということ、局でもお客さんを見た時とても大変だと思います。私もある局長さんと仲がいいしまたいろんな方も局の方と友達にならせていただいております。言葉遣い、態度、そういうことにものすごく気を使っていらっしゃると思います。力のこもった心の友達を作るととてもいいんじゃないかと思います。これは私の、アメリカですサインでございますけれども、何か力必達や歴必達じゃないかと思われますけれども、これはとても興味深い心が入っております。
刀編に心書きますね。これ私あの学校の先生でございませんけども、私がこれを書きますと一つ抜けてます。これは忍って言いますけども、これも何事にも一つ間違うとあなたは刀でハートが切れますよというふうに説明しなくちゃ向こうで分かりません。だから私はこういうあの汚い字ですけども、これを持ってあの指導に渡るわけなんですが、皆様も一つのことに対して一生懸命になっていらっしゃると思いますが、間違いを一つ起こしますとなかなか消すことができないんですよね。まあ今後皆さんが仕事をされるのに、お客様に対して力のこもった心の触れ合いで友達を作っていかれますと、ますます、ご発展、またいい結果が出るんじゃないかと思います。今日の、一日局長としての挨拶に返させていただきます。失礼します。インターナショナル古武道連盟揚州会総本部主席会長山本勝雄は、昭和62年6月10日ハワイ特別演舞大会開催の功績を称えられ、ハワイ州議会から異例の感謝状を贈られたその日、宴の席から一人逃れて長年伸ばし続けてきた髪を一大決心のもとに切り落とした。それはさらなる飛躍を願う山本勝雄の力必達の覚悟であった。会長先生に礼。よしよし。この髪の毛を落とすのもちょっとつらかったですけどね。そうですね、50年、私も数えの50年になりまして、一番苦しかったのは金だったと思います。だけども今から各道場を回って、少しでも各道場の生徒と触れ合えって、選挙運動ではございませんけども、温かい手を伸ばして、温かさをもらおうと思ってですね、私は今日これをいただいた瞬間に、自分のものになった瞬間に髪の毛を落とすんだっていうのをハワイからずっと考えてきたわけです。今日私が落とすのは誰も知っていませんでした。ただ家内と副会長でした。なんで変わっとるなと言われたら困りますけども、ただ髪の毛を切ったから空手やめるんじゃございません。私が髪の毛を切っていますと、大監督のように引っ込んどって台座出せとか、こういうふうなサインができますし、髪の毛長かったらやっぱりどうしても、あ、養子会の山本をやらしとるんだっていうことで、おそらく芽が出らないと思うんです。だけども今日はもう最高の気持ちでございます。そして家内も私は一つ下ですから、風の50とおごりますけど、50からだったらまだやる会が何でも聞きます。私は空手やめるんじゃ絶対やめません。空手やります。まだ異常にやります。そして少しずつ貿易始めます。貿易がないと、金がないとアメリカでも台湾でも生徒を連れていくことはできません。少しずつ5年間貯めた金を一家にいて金を使う、それはいいんですけど、この不景気にはどうにか金を作って、おし、遠くから来たな、ご苦労さんだったな、よし、飛行機に俺が出してるから来いよというようなですね、少しは50歳にもなると、熟年にもなりますと、そういうことを考えて、良き生徒を道場に呼んで、そして青少年の育成にはやるしかない。山本勝雄と揚州会の新しい門出が始まった。これからの日本を背負っていく青少年を正しく健やかに育てていく、それが空手一筋に生きてきた山本勝雄と揚州会の大きな役割であり、これまで応援してきた人々への恩返しでもある。それが山本勝雄が一大決心をして断髪し誓ったことであった。
少し暑いじゃんか。じゃあ、一回してみる。吉田君。吉田から組手に出るんだな。え組手に出るやろ、試合に出るやろ。そう。うん。出る、どういう勝ち取るっけ。これで考える。世紀に向かって山本勝夫と揚州会はあらゆる試練に立ち向かい、それを乗り越えて日本空手古武道の正道を行かねばならない。